はい、僕ちょっとサボりたいのでセットしてもらおうかなと思ってそのまま撮影もしたいと思います。モデルさんにセットしてもらおうかなということで、あまり今までなかったんですけど、いい？大丈夫です。じゃあなんかゆる適当に、なんか緩い感じでいいんで、はい、なんか普段っぽい感じで、はい、これここ見てていいのか、やけどしないでください。はい、なんか前髪やる時のコツってあるんですか？あ、うまいね。コツとかあります？冷める前にこう整える。あー、なるほど。あれなんだ、じゃあ温めてすぐ、うん、温めた後にちゃんとそうなじませるのが大切ってこと、はい、あとくるってやりすぎると、うん、この横からこう隙間できておかしいんで、下の方だけで横に流してるわけ。それはそうです、一応。あ、くるってなりすぎないようにして冷める瞬間にちゃんと横に流れるようにしてやってるんだ。上手だね。なるほどです。前髪もこんな感じですか？はい、早っ。まあいいや、早いですね。なんかちゃんとした方がいいですか？うん、大丈夫大丈夫。いや、でもそんなにいつもはこうです。うん、はい、なんか最後になんかあったら、はい、本当いいんですか？なんでもいいよ、なんでもいいよ、本当になんでもいいっす。なんだろう、なんだろう。ブロッキングもせず、ブロッキングもしないで、もうそのままリバースにとりあえず巻くと。こう汗抜くときはなんかポイントあるんですか？下に降りるように。あ、そっか、降りるようにした方がナチュラルになりやすい、はい、なるほど。そこがポイントっすね、下がやるときに。で、こっち巻いたんで、はい、今度は逆のフォワード内巻きに巻きます。で、この抜くときだね、ここだね、ここがポイントなんだ。ちょっと失敗した失敗した。ちょっと、いい感じね。なんか、赤がちょっと目立っていいじゃないですか。きつくなって、あ、いいですね。うん、見えるところからもう前からやっていくんですね。はい、ブロッキングしないで。それやったら簡単ですもんね。交互にやって、どこからも使えます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、結構交互にやっていくっていう感じですか？そしたら交互だけど、はい、そんなに気にせず。ああ、そっか。そこは最初感覚があるのか。全部が交互っていうわけではない、うん、なんとなく交互だけど、うん、ここら辺は、はい、こっち側に来るように並べく。なるほどね。でも上は外がいい、はい、あ、トップの方は、表面の方はバックがいいってことけど、中は、中は前に来る感じ。あ、ひし形にしてるってことだ、簡単に言うと。ひし形のラインになるよね。表面の方をバックに巻いて、鉢を潰して、中間をフォワードに巻くってことは、そこが出て見えるから、ひし形に見えるよね、うん。自然とそういう風にしてるんですね。どうぞだね。すごい、YouTuber みたいな。これね、皆さん見ていただいてると思うんですけど、これ非常にやりづらいのは、鏡を見ながらやると簡単にできるんですけど、今すっごい小さいモニターを見て巻いてるんで、これ非常に難しいことを やってもらってるんですよね。なんでちょっとそこは多めに見てください。本来もっと上手に巻けると思うんですけど、難しいよね。難しい、ちょっと小さいからね、モニターが。こっちも前側は、はい、今なんか最後小技使ったね。それは毛先もちゃんと、うん、最後の小技は何？毛先もちゃんと向けるようにどう、そこの小技、それこうやってグーってちゃんと任さるように。ストレートだったら変だから。一番最後の毛先結構重要だね、今見てたら。カールをつけるように。そっかそっか。巻いたのを外していった後に
番最後のワンカール、これ外してからのワンカールがここが漢字みたいですね。なるほどね、はい、確かに見てるとそうなんだ。で外してのこのワンカール、ここですね、これが大切。あーそうそう、で冷めるときにちょっと手でほぐして、ちょっとたまにほぐして具合を見て、ほぐさないときもあるんだ。巻きすぎちゃったなと思ったらそろそろ、じゃあほぐしたら起こさなかったりする。はい、このやり方でもいいですね、止めないでやるって。あと止めるだけでも時間かかっちゃうじゃないですか、それだけでも。巻くからまとまってるから巻いてないところと、はい、巻かさってないところが分かるんで、もう一回止まっていいですか。巻いてるからこう固まるじゃないですか、こうやって。はい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 、だから巻かさってないところが別にブロッキング取んなくてもいいかなみたいな。 あ、なるほどね。巻いたとこと巻いてないとこ分かるもんね。確かに。そうかそうか、ブロッキング必要ないもん、見ればわかるって感じです。そうかそうか、うまく逃がすね。逃がし屋だね、逃がし屋。何ですかそれ。いや、うまくこのコテからうまく、よくその小さいモニターで逃がしてんなと思って。慣れてんね、かなりやってんだな、やり込んでる。練習したんだ、いや毎日やってから。毎日女子なんで。ああ女子なんでね。女子なんで。そっか。それどうしたの？あ、マッカーさんだ。マッカーさん。ああそれあってもいいね。いいんじゃない？一番マッカーさん。後ろ短いからね。後ろどうするの？巻くの？後ろもこうやってみたり。ちょっとやってみましょうか。はい。大変かもしれない。中央の中でなんとなくちょっと前に持ってきてね。はい、見えるとこれはリバースですね、今巻いてるのはね。表面の基本なんか表面リバース多い気がしますけど。知っててますか？そんなことはないか。結構できた。本当にできた。決めてないです。決めてない、その時の感だからいいのかもね。今日はちょっとこんな感じだねっていう。今のはスルッと、まあ、短いから逃がすのか。ちょっとできなかった。うるさいよね。いや全然大丈夫。喋りすぎ。大丈夫、適当にやってるから説明されると緊張。ああ大丈夫、いや全然大丈夫ですか、さっきの適当な格好で。適当っていうか意外とちゃんとやってますよ。やっぱやりやすいでしょ、こっちの方が。やりやすいです。さっきと髪質が変わってる。お、あ、トリートメントしたんです材は何に使うんですかね。セット材とか何に使われますか。いつも、はい、ワックス。ワックスですか。なるほど。メーカーとか陶芸ですか。ああなんかあれば、はい。私はピースの結構あの黒の硬いやつ使ってます。ああピースの硬いやつ。ここの毛が多くても削れない。ああそこがそうかそうか。ちょっとでもね、そこ切ろうと思ったけど伸ばしてても
なんかこれから伸ばしていくんだったらその重さちょっと必要なんですよね。あそこ今遭遇と結構軽くなりすぎちゃうんですよね、あのカットライン的に。伸ばしたいな。はい、なんだ、頑張ります。ちょっとそこは有効はいいかも。いいよね、すごい、すごい合ってると思います。良かったです。下からやる。中かな。お、その理由は分かんない。なんとなく。なんとなく、あ、多分初めのこの量が多いんで、あの手に乗ってる量、うんうん、で中の紙が多いから先につけて。素晴らしい。思ったのを。僕もいつもそういう風に説明してますお客さんに。いや、もうぴったりですね。素質ありますね。その通りです。本当に。なんとなく。そう、一番最初のアタックが一番つくんで、前髪とかやっちゃうとダメなんですよね。で、ここにボリュームがないかな、こんな感じだったから、はい、前髪でここで分かれてるんで、はい、ギザギザって取ってこっちに分けると、ここのトップのボリュームが出て。あー、なるほど。もうじゃあ巻くとかじゃなくてそれだけでいいんだ。ギザギザ私はしてます。なんか、なるほどね、こっちで巻いちゃうとこっちがすごい多くなっちゃうから。そうですね、確かに。で、足りなかったらここでアイロン入れたりとか、上の方か、上がちょっと足りなかったんでそこを入れると。あんまり下にボリュームを出したら髪が多くなってるから、あ、ここだけ。ああ、あんまり下のボリューム出さないようにするってことですね。中間だけ。今までなんか巻いて、ちょっともう形つきすぎちゃって直す時とかってあるんですか？もう直さない？もう一回巻き直す？いや、なんか変にも飾っちゃった時は一回濡らすんですか？一回濡らします。あー、やっぱりそうなんだ。うまくその部分、自分の、はい、好きにならなかった時は、はい、時間ある時は濡らして、はい、時間ない時は縛ります。あー、なるほど、そういうことか、縛る。前髪にワックスつけない理由は、つけない、なんだろうね、なんか束感です、なんか、ボリュームがなくなる。風とかでわーってなった時に、うん、こう戻すのが大変だから、何もしない方が逆にこうやって直せるから、なるほどです。私は好きです。はい、わかりました。つけない方がいいと思います。はい、私ほぼ出来上がりです。いや、いい感じにできました。大丈夫ですか？はい、全然大丈夫です。はい、YouTuber でした。